イクテストです。今は本体のみのマイクですね。本体のみのマイクを使ってます。これに、これですね、このピンマイクをつけてみるとどうなりますでしょうか。今ピンマイクをつけて、ピンマイクを口のそばに持ってきて喋ってます。だいぶ変わったでしょうか。このピンマイクはですね、ステレオタイプなんで、右と左とあります。今左側、右側、どういう風に音が変わってますでしょうか。今口のそばですけれども、これをですね、胸元につけています。口からそうですね、20センチか2、30センチ離れて、服につけた状態で喋ってます。どの程度の音が入るのか。今風がないのでさほど風防、モフモフのウィンドジャーマーとかつけてないままですけれども、どんな場合に入っているのでしょうか。これ右、本当右と左とねステレオなんで、しかも指向性がすごい強いっていうのがありますね。指向性試してみましょうか。今このように自分の方を向けて喋ってます。口元からそうですね、10センチ、15センチぐらいですね。でこれを向きをですね、例えばカメラ向きにしてみます。カメラ向きにして今喋ってますけど、まあ近いからあんまり関係ないかな。カメラぐらいの位置に持っていってみましょうか。今カメラ、顔からそうですね、何センチ、30センチか40センチ離れてますけど、それで、ピンマイクは、反対側に向けます。これを今ピンマイク自分の方に向けます。今自分の方に向けてカメラの位置に向いて喋ってますけれども、果たしてどの程度の声が入っているんでしょうか。割と私は小さめです、声はね。こうやって街歩きするときなんか自分の胸につけておいて喋るといいのかもしれません。